それではこれより実演をお願いいたします。お待たせいたしました。これより諏訪流応用術実演会を開催させていただきます。新年明けましておめでとうございます。本日は新春恒例となりました応用術実演会にお越しくださり誠にありがとうございます。こちらの浜離宮恩賜庭園は江戸時代から東京に伝えられる唯一のお墓場として国の特別名勝および史跡として保存されています。江戸時代は徳川将軍家が、明治時代は皇室の方々が同園内で魚釣りや乗馬、そして鷹狩りなどを楽しまれました。現在はお正月に限り特別に伝統文化を伝承するため鷹匠の技の一部を公開しております。皆様には日本の伝統文化である鷹狩りにつきましてわずかではありますが鷹匠の技をご覧いただき鷹狩り文化を想像していただければ幸いです。大変長らくお待たせいたしました。実演に先立ち訓練の一つであります輪回りをお見せしております。訓練中鷹をさまざまな環境に慣らすため鷹匠は街中や郊外に鷹を据えて出かけます。これを据え回しと言います。その前に一箇所を回りながら鷹に周辺を見せて場所と状況に慣れさせる訓練を行います。それがこの輪回りになります。鷹は自分の縄張りの外に出ることを不安に感じる習性があります。このため鷹匠はその感覚を広げてどこに行っても自分の縄張りのように自由に狩りができるようさまざまな環境に慣らすようにします。鷹が鷹匠のそばにいれば安心であると感じられるようになるとどこに行っても平常心で狩りができるようになります。この浜離宮恩賜庭園が宮内省の鴨場であった頃は大手門の外、現在は駐車場になっている場所で鷹匠たちは夜中に1時間このようにして回り、それから銀座の三越などまで歩いて末回しに出かけたと言われております。私たち諏訪流応用術保存会は鷹匠の流派の一つである諏訪流をもとにした技と心を学ぶことによって伝統文化としての鷹狩りを後世に伝え残したいという思いで活動しております。諏訪流の発祥の地とされております信州の諏訪大社には鷹で捕らえた獲物を備える煮え鷹の神事という行事があり、これを取り計らう神官であった大法理には神の化身である鷹を訓揚する技が継承されていたとされています。諏訪流の技は戦国時代以降になって武家に伝えられ、江戸時代には一部の鷹匠が幕府や地方の藩主に雇用されました。現代の諏訪流は徳川将軍家に仕え、明治時代以降は皇室に仕えた小林家に伝承されたものが元になっています。宮内省に奉職された第14代小林宇太郎先生は同所内で育てられた弟子たちに後を託されました。戦後は宮内庁の鷹狩りが中断されているため第16代
花見薫先生は宮内庁を退職後、民間人に後を託されました。当保存会では指定制度の下で第17代宗家田子守善次郎先生と、昨年に第18代宗家に隠居されました大塚典子先生に指導を賜りながら、諏訪流鷹匠の技と心を学んでおります。門下生は鷹に対する心の扱い方や鷹匠としての型の修練に励んでまいりました。この度は日々の努力の成果として技の一部をご覧いただき、鷹狩り文化をご理解いただけましたら幸いです。実演に先立ち、皆様にお願いがございます。鷹は非常に警戒心の強い動物ですので、見慣れない動きに驚きやすいため、お子様は急に走ったりボール遊びをするなどを控えていただけますようお願いいたします。またご観覧の皆様の写真撮影は結構ですが、鷹の視線に光が入ると驚く場合がありますので、鷹の飛行中にフラッシュをたかれませぬようお願いいたします。なお、実演に際し生きた鳩を使う場合がございます。これは鷹狩りを通して生態系における鷹と餌動物の関係を理解していただくため、獲物を取ることを取るところをお見せしております。捕らえた鳩はできる限り苦痛を与えることのないよう配慮しておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。ではこれより実演を始めさせていただきます。門下生は整列してください。